プラチナスターライブに向けて、新しく生まれ変わった茜ちゃん、プロちゃんのもとに、コーリーンあ、プロデューサーさんあかねさん、おはようございます。今日は新ユニットのミーティング、とっても楽しみにしてきました。そうそう今日はミーティングなんでしょうあかねちゃんがリーダーの新ユニット。 のリーダーって、あかねさんでしたっけユニット名も聞いていたのとちょっと違う気が。ちょっと野々原さんセリカは純粋なんだから、嘘800を教え込まないでセリカ、新ユニットの名前は、クレッシェンドブルー。リーダーは、不詳、この私。うーん。プロデューサーさん、 あかねさんと静かさん、どっちが正しいんでしょう。そうよセリカ、間違えないでね。そうなんですね。わかりました。教えてくれて。 そうだね。コントみたいなものかな全然違うでしょ <laughs> やっぱりコントだったみたいですね、プロデューサーさん。私、今日は着ていこうと思ってた服が見つからなくて、家を出るのがちょっと遅くなっちゃったんですけど、なんとか時間には間に合ったみたいですね。そうですね。あとは司法が来れば、ミーティングを始められます。 私はここにいますけど。シホさんおぉその気配の消し方シホリン、さてはジャパニーズ忍者の末裔かんし、シホリンシホリンなんで突っ込んでくれないと、アカネちゃん寂しくて死んじゃうけど、いいのシホ、もしかしてさっきからずっとここにいたの だったら声をかけてくれれば。今のやりとりを見てると、そうすればよかったって思うわ。ミーティング、早くやらないのいや、やるけど。それじゃあ、始めますね、プロデューサー。プロデューサーさん、シホさん怒ってるみたいです。私たちが無駄話ばかりしちゃってたからでしょうか。 今までのコントは単なるウォーミングアップだったんですよね。じゃあ、ミーティング始めることにしましょうか。はいはーいあかねちゃんの準備はいつでも OK でーすあ、あの、よろしくお願いします。それじゃあ、まず最初の議題はセットリストですけど。 私よ、私野々原さんのはただの冗談よ冗談ありゃあ、もがみん、ごめんね。茜ちゃんがリーダーっていう説が、真に迫りすぎてたかも。はあ、プロデューサーまで野々原さんと一緒になって、セリカを混乱させようとするんだから。 教えてくれてありがとうございます。三人とも楽しそうだね。コントの練習かなレイカちゃん、おはようそうだね。コントみたいなものかな全然違うでしょ <laughs> やっぱりコントだったみたいですね、プロデューサーさん。私、今日は着ていこうと思ってた服が見つからなくて、家を出るのが。 遅くなっちゃったんですけど、なんとか時間には間に合ったみたいですね。そうですね。あとは志保が来れば、ミーティングを始められます。私はここにいますけど。しほさんおぉその気配の消し方ほりんさてはジャパニーズ忍者の末裔いかん シホ、もしかしてさっきからずっとここにいたのだったら声をかけてくれれば。今のやりとりを見てると、そうすればよかったって思うわ。ミーティング、早くやらないのいや、やるけど。それじゃあ、始めますね、プロデューサー。プロデューサーさん、シホさん怒ってるみたい。 たま話ばかりしちゃってたからでしょうか今までのコントは単なるウォーミングアップだったんですよねじゃあミーティング始めることにしましょうかはいはーいあかねちゃんの準備はいつでも OK でーすああのよろしくお願いしますそれじゃあ まず最初の議題はセットリストですけど。